どうも、ヤドです。今回もですね、将棋王実況やっていきたいと思います。ただいま達成率10.8%ということでですね、今日は、すでに2回収録をこなしているんですけど、9勝6敗と、勝ち越しているという状況です。今日もですね、楽しく将棋王実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。お願いします。神々かよっていう。お前が先だ。神々ですよ。はい、さあ、お相手2段の方ですね、遠山流。遠山流って何だろう。遠山流は調べたことないな。遠山のなんか金さんとかが関係してるんですかね。さあ、中飛車ですね。さあ、対中飛車は序盤の駒組みが非常に重要なので、序盤でミスると結構大変なことになっちゃいますよっていう、これちょっと突き返しておくのしっかりやっておきたかったですね。はい、これでどうしましょうかね。一回銀上がるか。これはい、これでこの歩もらっておいて桂馬か。ちょっとこれ桂馬跳ねますか。で、金上がっておく。で、飛車浮く。あー、マジか。これ取るわけにいかないからね。そうですね。2分30秒。これどうしたらいいんだろうな。これちょっと局面としてわかんないですね。まあ、一回引きますか。はい、これは歩で取っておいて、ここに銀打たれるっていうのは確かに規定路線ですね。はい。で、ここにな、銀打っても意味ないしな。どうするんだろうな。こう来られるのが嫌か。2分。桂馬ちょっと打ってみますか。さあ、時間めちゃくちゃ負けてますね。時間とんでもなく負けてます。これで歩で取った、角で取ってくるよね。そうだよね。まあ、これで一応銀が取れますよっていう話なんだけど、それはその前に桂馬なってきちゃうよねっていうのは確かにそうで、一回引きますか。金寄る？これで一回王様で王手して、王様に王手して、はい。これで一回引いて、取られちゃう。あ、そっちか。1分30秒。割り打ちの銀。一回割り打ち。これで飛車が走れるかどうかで状況を一変すると思うんだよね。はい、これは飛車取りましょう。はい、これで、香車打たれたら横歩取ればいいから。はい、こんな感じですね。まあ微妙ですね。かなり微妙であることは間違いない。さあ、これでどうする。どうする？これちょっと全然見えないんだけど。馬がそう来るのか。ここに歩打つか。ここの桂打ち、まあ歩突きですよね。香車取るってのもあるから。ないね、それはね。歩突き、まあでもこれ、飛車差し上げましょう。1分。はい、これで歩突きですね。ん？なんだそれ。これ多分クリックミスだね。あれ？クリックミスじゃなかったの？クリックミスでしょ、今の、さすがに。
さすがにクリックミスですよね。はいはい、これで飛車2枚あるから、飛車2枚あれば勝てるでしょ。これは角打つか。いやいやいや、飛車打とう。はい、これで金もらっておいて、桂馬もらっておいて、はい、これで詰みですね。はい、対戦ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。対戦ありがとうございました。見事だったぞ。よしよしよし、よかった。勝ててよかった。さあ、積み重ねていきたいですね。こういう形を。とりあえず、中飛車。お前が後手だ。さあ、お相手二段の方ですね。角銀冠ギャオ得意の方ということで。あ、でも5連勝中じゃん、今。意外と5連勝中。さあ、あんまりね、連勝数とか、あまり気にしないでいった方がいいですね。さあ、お相手、居飛車なので、さあ、居飛車はまず、まあ、やっぱね、居飛車同士だと、まあ、終盤の戦いになってくることが多いので、まあ、序盤で差がつくというよりは、まあ、トントンの感じで終盤に行って、どうなるかみたいな試合が結構多いと思うので、まあ、終盤、しっかり勝てるように頑張っていきたいなというふうに、思います。これは取り合う。はい。はい。これで、一回引いといて、王様入ってきたら割り打ちの銀なんで、と思ったらそういうことですね。これ角交換までしちゃう？はい。角交換までしちゃって、これで今一応角打ちがありますと。ただ、王様入られたら、おじゃんになっちゃうんで、こっちなんだ。2分30秒。あー、この桂跳ね良くなかった気がする。ちょっと跳ねちゃったけど。跳ねちゃったけど良くはなかった気がするな。できたら、まあ角打ちだよね。こっちになろうっていう算段です。そこか。まあちょっと跳ねてみた。跳ねてみた。はい、これで、まあ、一回。これは取りたくなかったですね。相手これで歩切れだから、これで、2分、こうか。銀でいったらな、ここに、あ、ちょっと待って、銀の方が良かった。まあ、まあ、いいでしょう。問題ないでしょう。さあ、こっちは、あ、銀打つしかないよね、これね。これ飛車に当てられるからめんどくさいんだよな。やべえ、やられたやられた。相手の術中にはまってしまった。最悪。
1分30秒。完全に術中にはまったな。これでまだ積んでないでしょ。ギリ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 積んでないから、逃げ道作ってもいいぐらい、まあ、取るしかないよな。で、あ、やべ、間違えたか。こうか。まあ一回逃げ道作って、はい、1分。これで王手して、はい、これで上がって桂馬打たれるじゃん。やばい。あ、間違えたー。終わったー。惜しい将棋じゃった。しかし将棋は勝利が全てなんじゃ。これさ、冒頭に言ってた通りですよね。あ、これがあの最近やってる将棋ウォーズ敗因一覧っていうやつなんですけど、居飛車はやっぱり終盤力、終盤戦になりやすいんですよね。はい、終盤力のなさが圧倒的に敗因として挙げられています。今のもう少し耐えられたんじゃないかなっていう感じはしましたね。残念です。さあやっていきましょう。お前が後手だ。完全に今終盤の問題だったもん、ね、対局開始。さあお相手2段の方ですね。あと飛車うっかり取られたのか、あれ、まあうっかりというか、うっかりというほどでもないけどみたいな、王手飛車食らっちゃったんだよな。さあこれでお相手四間飛車、四間飛車ですね。お相手がということですので、はい、これで四間飛車ですか、三間飛車になってるじゃん、いつの間にか。やばい、わあ、間違えた。これ突き越されるのめちゃくちゃ良くないんだよ。これ良くないんだよな。これは良くないんですよね。これ飛車回る？銀交換できればここに銀打てるっていうやつもありますが、2分30秒。そうはならない。そうはならない。歩打ちますか。うん。で、これで一回戻っといて。この端歩が邪魔。桂馬跳ねても意味ないし、そこに桂馬なんだよ。歩歩垂らしてくるってことか。これ回っとくか。これで桂馬を取れればちょっと良くなったりする？ 2 分しない？はい、ここでもやっぱり桂馬を取りに行く。これは逃げるですね。じゃあこの歩に何ができるのかっていう話あるから、
歩がないんだ。1分30秒。いやーこれ違うな、強者撃たれるしな。戻っちゃおう。とりあえずこれ歩ついていけばどうにかなったりしない？しないか。あ、やべえ、間違えた、これただじゃん。敗因は飛車をただで差し上げたことですね。銀もただだし。敗因はこの私、選手たちは最高のプレーをした。あ、ダメだ、これ強者が。1分。これないな、バカ。この後に及んでクリックミスはないわ。負けです。はい、ありがとうございました。ルーズ。ちょっと待って、敗因敗因。今のは ここまでよくて、この角出がやっぱきつかったよね。任せろ。この時点で大劣勢なんだ。そうか。先手優勢です。そうか。じゃあ、どの時点で、この桂跳ねに対してでも歩突くしかないじゃん、これ。こっちも桂馬跳ねとけばよかったってこと？うん。まあそんな感じかな。あるいは。まあそうなのかな。ちょっとわかんないな。この時に？願いを叶えてやろう。この時にすでに？あ、でもこの時互角じゃん。これは4五歩です。ああ、そう、飛車引けば、引きなさいっていうこと。これでこの銀取られることに変わりなくない？でもあ、これ飛車走れるからいいのか。なるほどね。そっかそっか、手順がやっぱ違ったんですね。これは相手が三間飛車でしたか。三間飛車、三間飛車、おっと、これは飛車ただで捉えたというよりは中盤戦の駆け引きで負けという感じですね。はい、というわけで、まあこういうのやってます。将棋坊主敗因一覧ですね。はい、やっていきたいと思います。2連敗してる、今2連敗してますね。はい、ちょっと頑張りたい。さあ、お相手どんな方でしょうかというところなんですけども、お前が後手だ。さあ、お相手初段の方ですね。地下鉄飛車がお得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ、こちらの後手番、お相手中飛車、中飛車ですね。中飛車もとにかく序盤でミスすると私がやってる戦型的にはぐちゃぐちゃにされるんで気をつけないといけません。あ、やべ、これ端突き返したいんですよね。しっかり突き返したい。はい、ここまで来れば大丈夫。序盤問題なしですね。一歩交換しとくか。はい、横歩取る、取んない。はい、これでこのね、こっちを突き越される分には全く問題ないですよ。
それで、これで銀交換したときに、おっと、なるほど。2分30秒叩きの歩、叩きの歩したいですね。叩きの歩して、はい、これで銀打って、あとこの系統をいじめていくとか、なんかそういう感じのプランを考えていきたいです。はい、これで、1回歩でも打っておいて、そうですね、これでも銀引いてから歩を打つのか何なのかみたいな話なんですけど、1回銀引きますか。銀引いて歩を打つということですかね。はい、これで桂馬が手中に落ちるのではないでしょうか。こちらの手中に落ちるのではないかという、そういう期待を持っております。これが何とも言えなくって、この歩が来ちゃうから、でもこれと金作るか。そしたらで、これでもう、これだってさ、受けられないんだもん、桂馬しかないから。桂馬しかないから受けられないんで、そうですね、はい、これ金寄っていって、交換してくるんだったら交換してこいと私は言いたい。2分、はい、これでと金寄っていって、まあ、角逃げないと思うんだよな多分。どうなるこれ、銀銀銀、こうかな。はい、これ桂打ち、桂打ち狙い、桂打ち狙いでいけるかどうかですね。1分30秒、桂打ち狙いでこれいけないか。はい、これでもう一回角打って、はい、これでこれでなんかどうにかなんないかな。はい、こっち味方が多いから、味方多い方に逃げていこう。1分、これ結構きついな、その角結構きつい。その角は相当きつい。これで馬取りと角取りになってるんで、みたいな話を。はい、ありがとうございました。まあちょっと負けてたかなとは思いますけど、まあちょっと粘れてよかったですね、時間的には。
はい、というわけで今日あと1試合かな、やっていきたいと思います。ちょっと水分補給します。すいません、ちょっと水飲みます。お前が後手だ。さあお相手、対局開始。2ラウンド型相掛かり居飛車ですね。こちら後手番ですね。さあ居飛車は、終盤の戦いになりやすいので、終盤ちょっと意識してやっていきたいなと思います。ね、序盤で言うとこの棒銀ね、棒銀の対応間に合わないみたいなことが時々あるんで、それだけないようにしておきたいですね。やばい、くしゃみですわ。花粉がね、いつまでたっても終わんないんですよね。はい、これ銀上がっておきますか。はい、これで銀上がっちゃって、角がどういく、そっちか。はい、これ引いといて、この歩もらいに行きますか。ここに歩ってある。ないか。一回引いといて。2分30秒。これで銀上がっちゃってと思ったら、大変なことになった。大変なことになった、これ。待って。あー、待って、これ。やばい、銀バサミに合ってしまった。さあ銀損から始まる戦いですね。銀損は勘弁してほしい、勘弁してほしい。やばい、これ無理攻めで来られてもそれはそれでめっちゃ嫌だ。2分。ん？何それ。ここに銀打たれるってことか。あ、違う。これは一回銀打たれて、いやー、なんか微妙だなこれ。明らかにこれは負けの気配しかしない。そして時間的には何とも言えない。で角で取ります。これでもうこっちの攻め手がもうないようなもんだもんな。攻め手がないようなもんなんですよね。1分30秒。どうしよう。またなって来られちゃうし、どうしようこれ。わかんないよ、僕には何もわかんないよ。やめてくれ、来ないでくれ、こっちに。1分。こっちに来ないでくれ。はい、これで、あ、間違えた、この歩突き間違えた。タレフタレフしても意味ねえけどな。タレフしても意味ねえけど、さあ時間もボロボロですね。ボロボロだし、もう万事休す。と金作りたい。
桂馬打って跳ねてふんどしの桂30秒させてくれないよね。金打って金取って金打って20秒、はい、これはもう終わりです。終わりですね。いやー3連敗ってやつかこれ。10秒。はい、ありがとうございました。惜しい将棋じゃった。これは敗因は、しかし将棋は勝利が全てなんじゃ。相手居飛車で、あ、これ銀バサミで、序盤の銀バサミだね。序盤の銀バサミが敗因ですね。はい、そうです。はい、これ序盤の銀バサミです。将棋ウォーズ敗因一覧、これ序盤の、銀バサミ、はいはい、ちょっと気をつけていきたいですね。これで今3連敗かな。そして、あ、1連敗か。はい、そして、今日の収録はここまでにしたいかなというふうに思います。達成率 10.3% ということで、多分ちょっと減ったのかな。はい、というわけで、残念な結果になりましたが、まあ、引き続きですね、頑張ってやっていこうと思っておりますので、まあ、こんな感じですね、将棋ウォーズの敗因一覧というのをまとめて、体系化して、視覚化して、自分のね、弱点、ウィークポイントを自覚していこうという取り組みをやっておりますので、とにかくですね、こういうことを何かしらあがいて、あがいてあがいて、この2段から降段するのを避けて、3段にどうにか近づいていきたいと、思っております。2024年の、目標は、3段になること。今のところ全く見えないっす。全く見えない。はい、というわけで頑張りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。